今日は町田にあるぐでたまカフェに来てみました。これがロコモコハンバーグ、これぐらいのこういう感じの肉厚です。うまい。ロールケーキ、ふわふわです。甘い。完食です。こんにちは、なおいです。今日は町田にあるぐでたまカフェに来てみました。町田のルミネの9階にブレッジヴァンガードダイナーさんがあるので、そちらへ行きたいと思います。あんた一番先頭ですね。一番乗りでした。はい、ちょっとおとなしくしてみましょう。あの色紙、なんかオープンした初日に作者の人が来て、うん、本当だ。そう、前回のあれは横浜にはなかった。やっぱりなんかちょっとこうグッとくるものがありますね。手書きだったもんね。手書きですね。色もなんかこうちゃんと綺麗にカラフルに塗られてて、11時からオープンなんですが、そこに書いてありました。10時です。今また1時間待ちです、ね、はい。どうですか、違いはありますか。ぐでたまキッズバーガーがありますね、今回は。今回はこれがありますね。減ってる。バーガー2種類、ご飯もの2種類ですね。こちらのいずれかお頼みのお客様にマグカップをお渡ししております。マグカップの色が赤をございまして、赤が町田店限定の色になってます。光栄さん、どれしますか。私、朝ごはんすごい食べてきちゃったんです。じゃあ、あなたデザートにしますよ。はい、これにします。お、ロールケーキ、前食べなかったもんね。卵謎だね、これ合うのかな。ロコモコにします。見てください、なんかモニターが一席ずつついてるんですよ。ね、こうやってずっとぐでたまが見れてる、かわいい。 T シャツも。僕らが頼むのはロコモコと、はい、ロコモコとロールケーキ。前はハンバーガーだけだったの、はい。これがロコモコ、すごいいいね、美味しそう。これはセットでついてます。あとこのカップが町田限定カラーの。本当だ、赤の町田限定カラー。ベーコンがね、すごい大きい。あ、かけてあげたい、ね、かけてあげないとね、ちょっとね、こうやってね。スープ、コンソメ、ベーコンでしょ、ハンバーグの上に目玉焼きでしょ。ハンバーグを一回いただいてみようか。何好きなの。ジューシー出た、ジューシー。すごい肉感が強い。これベーコン一口かじってみようかな。なんか舌が出てるみたい、口から汚い。あ、うまい。あ、終わった。それはありますよ、どっかのタイミングで。ゆでちゃんが、うん、やっぱ卵と混ぜる方がね、やっぱり。ハンバーグこれぐらいのこういう感じの肉厚です。うまい。デミグラスソースですか、味は。うん、でもちょっとトマト感が強いかもしれない。なんだこれ。ロールケーキです。これ生卵だと思ったら桃ですね。ね、うん、桃と周りクリームじゃないと。生クリームですね。こちら側にはベリーとかキウイとか普通の紅茶。ドリンクをオーダーするともらえる限定のコースターです。まあ、紙なんでね、一回使うとちょっと。あ、本当だね、売れちゃうかな。飾りにした方がいいかもね。そう、いただきます。ふわふわ、ふわふわです。甘い。美味しいね。甘い。知ってるわ。甘い。出た。クリーム。それ生クリームなのかな。生クリーム。あ、中と一緒？中のクリームと一緒？まあ、ほぼ一緒です。これ、うん、凍ってるんで全部結構甘酸っぱいです。酸味の強い感じなんで甘いのに合います。じゃあお別れだね。あ、いきなり桃です。桃です。うん、2回言ってる。甘かったらなるの。ブリって甘いこと好きな人とか、ね、うん、生クリーム好きな人とかたまらんぜ。完食です。というわけで今日はぐでたまカフェ町田店に来てみました。前回よりもどうなんだろう、店の感じはもっとなんかいろんなグッズとかが増えて楽しくなってました。はい、皆様もし機会があればぜひぜひ期間内に来てみてください。それでは皆様、さようなら。高い。高
ぱいね。満足できましたか、ぐでたまを。いや、お腹いっぱいです。基本的には一緒だよな、横浜とだね。キッズメニューが加わったっていう。キッズメニューが加わったから子供もいいし。そう、量多いですもんね。お腹減らしていってください。自分で終わり定めたな。どんどんもう影だね、あなた。大丈夫、今じゃあいいです。ドアップにしてるのは薄い。いや、いいです。年齢的にちょっときついんで。ダメです、もう腹くそつけますよ。あ、これ着たままだった。布団みたいなんです、これ。ヨレヨレのカラマリ T シャツが出てきたよ。前回の遅刻を深く深く反省して40分前集合です。必要のない早起きをしたんだね。あります。あった、はい。一番最初に並ぶっていうのはいいですね。はい、気持ちがいいですね。でもちょっと今日お腹の調子が悪い。もしかしたらいざ行くって時にトイレに行ってしまうかもしれない。トイレの映像じゃあ撮ってきてください。いや、撮りません。皆さんハンバーガーが見たいわけじゃないの。横浜ルミネで2人とも食べたから、そっちで同じものなんで、そっち見てもらえればわかるじゃないか。そっち見てもらえればわかる。もう過去の動画見ろと。そう。見て。ドアップだよ今。ダメですよ。ちょっと温泉卵の席。ティーです。ティーのコメント荒いな。ティーって書いてあるけど、このカップ、ライオンコーヒーのカップです。ティーへのコメント荒いよ、ちょっと。血糖値が上がって眠たくなってきた。眠たくなったら荒くなってくるの。撮影もちょっと荒かったよ。え、そうですか、うん、いりませんよ、そんなダメだし。ダメなの。友達したらダメなの、うん、明るく楽しい動画にしたい。出たまだよ。よし、行きましょう。やりきったな。はい、やりきりました。